コンウェイは、アメリカ合衆国ニューハンプシャー州、キャロル郡の町である。2010年国勢調査では、人口1万115人であり、キャロル郡では最大、かつ、ニューハンプシャー州のラコニア市より北では最大である。キャロル郡人口の5分の1以上がこの町に住んでいる。町の西部と北部にはホワイト山国立の森の一部が、入っている。カセドラルレッジ、クライマーに、 人気とエコーコが町の西部にある。町内にあるビレッジとしては、コンウェイ、ノースコンウェイ、センターコンウェイ、レッドストーン、キアサージとインターベールの部分がある。キアサージさん、1910年コンウェイとなった地域には、昔、アルゴンキン語族の言語を話す、アベナキ族インディアンであるペクアケット族が住んでいた。そこを川沿いで、狩猟、農耕を行い、 防御柵の内側に、ビグワムを建てて住んでいた。1642年、ニューハンプシャーのエクセターの探検家、ダービーフィールドが、カヌーでそこを川を遡り、現在のコンウェイからフライバーグまで伸びるインディアンの、社会、ピグワケットを見たことを報告した。ペクワケット族はおそらく、ヨーロッパ由来の天然島によってその人口を減らした。1725年5月、 ダマーの戦争の時に、マサチューセッツのダンスタブルから、ジョン・ダブウェルが率いた36名の兵士が、テクアケット族とコゼリア用を行った。テクアケットの損失は不明だが、この日の戦闘の結果として、テクアケット族はこの地域からいなくなることになった。1765年。 ニューハンプシャー植民地総督のベニングマ・エントワースが65人の者のがコンウェイを設立するために土地を払い下げた。その名はイギリス陸軍の総司令官ヘンリー・シーモア・コンウェイにちなむものだった。この土地を保つためにある開拓者は持ち株の50枚に5エーカーを耕す必要があり、しかも5年以内に行う必要があった。1766年に 最初の道路が建設された。最初の集会所の建設は、レッドストーンで始められた。それが完成されることはなく、夏の間のみ使うことができたので、牧師が来た時に礼拝が行われた。最終的に部分的に完成していた集会所が、センターコンウェイに移された。1775年、町は3つの学校舎を建てるための小学の資金を集めた。その一つは、 ノースコンウェイに建てられた。しかし、1849年までに街は20の学区があるようになっていた。19世紀半ば、芸術家たちがホワイト山地のロマンチックな美しさを発見し、アーティスト・フォーレズブルックという名前の森は、風景画の絶好の写生場所になった。イギリス国王エドワード7世は、ウィンザー城に掲げるためにホワイト山の絵画12点を買い上げた。 ここで活動した画家の中には、アッシャー・ブラウン・デュランドや、ベンジャミン・チャンプニーらがいて、特に、チャンプニーは、コンウェイに家を買い、仲間の画家とワシントン山などのホワイト山地の風景を描いたことで、知られている。コンウェイハウス、1910年頃、ポーツマス・グレート・ホールズコンウェイ鉄道が1871年に、コンウェイを通って開通した。この鉄道は、 ボストンメイン鉄道が買収し、ライバルのメインセントラル鉄道と街の中で接続された。鉄道は、コンウェイから大半が木材と木製品の貨物を運び出し、また、観光客を運んできた。19世紀から20世紀には、多くの宿屋や酒場が建てられ、観光は今日でも主要産業のままである。1936年、クランも挟んで、 最初のスキー場の影響が始まり、オーストリアのハンネス・シュナイダーが1939年にスキー教室を始めた。1959年、カンカマガスハイウェイが開通し、コンウェイとリンカンを結んだ。カンカマガス峠を通り、ペナクック族インディアンの州長にちなんで名付けられ、最高標高は2850フィートあり、ニューハンプシャー州では最も高いところにある。 舗装済み通過可能な道路となった。1930年代以降、近くにあるバーリン市の人口が著しく減少した。1930年に2万1 8人だったものが2010年には半減して1万5 1人となった。この減少に、コンウェイ町や周辺の町での人口減少も加わり、ニューハンプシャー州北部の他地域よりも、 コンウェイ地域で高い水準の経済開発を促すことになった。コンウェイは観光に基づいた経済とサービス業の経済がある。2002年時点で町で最大の雇用主は350人を雇用する記念病院であり、次にコンウェイ教育学区、花フォード兄弟社、レッドジャケットリゾーツ、ウォルマートがある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 町域全面積は71.7平方マイルであり、このうち陸地69.4平方マイル、水域は2.2平方マイルで、水域率は3.15%である。町内を底こは、スウィフト川が流れている。町内最高地点は標高2369フィートのブラックキャップである。町の全体が そこ川流域に入っている。コンウェイの町内は多くのビレッジに分割できる。その最大で、かつよく知られたものはノースコンウェイである。その結果、ノースコンウェイという名称は、コンウェイ全体を指すものに使われることも多い。次のようなビレッジがある。コンウェイグラマースクール、1915年頃、そこ川に架か,かる橋、1911年以下は2010年の、 国勢調査による人口統計データである。イースタンスロープ印鑑ンン工業がコンウェイ経済で重要な役割を果たしており、街からはホワイト産地に行くことができる。クランモアサンリゾートというスキー場があり、近くの街にもいくつかある。ノースコンウェイがアウトレットや百貨店のある主要なショッピングウッである。ホテル、ベッドブレックファースト、宿屋がどのビレッジにもあり、 ノースコンウェイの歴史あるイースタンスロープインが有名である。観光業に加えてマウントワシントンバレー経済委員会は工業団地や経済援助を通じて技術主導産業を成長させてきた。地域最大の技術主導雇用主は電子カルテ記録用ソフトウェア開発のエコグループである。キャロル軍人口の21.15%がコンウェイ町に住んでおり、町は 軍全体の他に、メイン州西部田園地帯の商業中心となっており、アメリカ国道302号線やニューハンプシャー州道16号線沿いに、開発が進んでいる。工場アウトレット店の他に、郊外型大規模店、スーパーマーケット、レストラン、ホテルもある。コンウェイは、調整委員会、超マネージャー方式の政府を採用している。調整委員は5人であり、 町マ,マネージャーが一人である。1956年からこの方式を採用してきた。コンウェイにある図書館エイクロスビーケネット高校は1923年に建設され、2007年までコンウェイビレッジのメインストリート176にあったが、この年にレッドストーン近くに新しい校舎ができた。元の校舎には現在中学校が入っている。ホワイトさん。 ウォルドーフ学校は独立系私立学校であり、1年生から8年生までの教育と幼稚園、就学前の保育を行っている。この学校は2008年に現在の70エーカーあるキャンパスに移ってきた。コンウェイは人気のあるホワイト山国立の森の中央に位置し、州内のバートレット、ジャクソン、マディソン、チャタム、イートン、ハーツロケーション、オルバニーの各庁のほか、 メイン州、フライバーグ、ブラウンフィールド、ラバエル、ストーなどの商業中心である。多くのレストラン、2つのチビール発行所、年中運営のクランモアさん、リゾート、100以上の土地の店舗や全国チェーンの店舗、いくつかの博物館や劇場がある。ワシントン山バレー劇団は、イースタンスロープインを本拠にしている。M&D プロダクションズは、 地元のコミュニティ劇団である。ワシントン山天問題の気象発見センターが、ノースコンウェイ中心街にあり、ワシントン山に関する情報を提供し、対話型展示を行っている。また、山を取り巻く気象情報も提供し、頂上にいる観測者と観光客がビデオ会議を開く機会を提供している。ニューハンプシャー州道16号線が、コンウェイを通る幹線道であり、 南のポーツマスからコンウェイビレッジを通り、北のノースコンウェイに行って、アメリカ国道302号線に接続する。この国道は、南東のメイン州ポートランドに向かう。北はバートレットに向かう。カンカマガスハイウェイは、コンウェイとリンカンを結んでいる。公共バスは、トリカウンティコミュニティアクションプログラムインクが運行している。このサービスは、ブルールーンと呼ばれ。 週5日間の運行を行っている。民間のシャトルバスもノースコンウェイのビレッジで運行されている。カーミックコネクションコーチと呼ばれ、キャブサービスのファストタクシーが運営し、週7日間運行され、あなたが払えるだけを払うシステムにしている。最寄りの空港はメイン州フライバーグにある一般用途空港のイースタンスロープ地域空港である。商業定期便は メイン州ポートランド市のポートランド国際ジェットポートやニューハンプシャー州マンチェスターのマンチェスターボストン地域空港がある。コンコードコーチラインズがコンウェイとマンチェスターの間でバスを運行している。記念病院がノースコンウェイにあり、24時間救急医療部がある。無料のコンウェイデイリーさんがコンウェイ町で発行されている。その他にキャロルンインデペンデン,デントと マウンテンヤーも購読できる。地元アウトサイドテレビジョンはノースコンウェイから全国ネット放送を流している。フームなどラジオ局もいくつかある。パブリックアクセスネットワークのバレービジョンはケーブルテレビで見られる。コンウェイコミュニティテレビジョンの名で放送を流している。ありがとうございます。